ハリウッド・香港は、2001年の香港映画。香港、日本、フランスの3カ国共同制作。フルーツチャン監督による、いわゆる、勝負3部作の2作目にあたり、2002年の第39回金馬進むでは、史上最多の14部門でノミネートし、最優秀監督賞など3部門を獲得した。香港に最後まで残っていた、バラック小屋の並ぶ下町。 大ホム村。流昇道を挟んだ反対側には、プラザハリウッドと、高層マンションが豪華にそびえている。中家は、父と子二人の三人でこの村に住み、チャーシュー屋を開いていた。また、同じく大ホム村の住む、チンピラノオンチーケンは、自宅で出会い系サイトを開設して、同性相手に金を取らせて生活していた。ある日、チーケンは、ネット上で、 上海天使というハンドルネームの本本を知り、ジョージを交わす。同じ頃、放課後に店を手伝っていた際は店に来た、トントンという少女と出会い、二人は友人となる。トントンの登場によって中家には、活気が生まれたが、民はトントンと体を重ねてしまう。やがて地域のもとに弁護士からの通知が届く。その内容は、未成年である。 本本への性的暴行に対する慰謝料として5万ドルを支払えというものだった。強気で突っぱねていたチーケンであったが、取り立て屋に襲われた挙句右腕を切り落とされ、しかも直前に人間違いで襲われていた別の男の左腕をつけられてしまう。さらに、利息を含めて15万ドルの請求が来ると、チーケンは本本とトントンが同一人物であることを知る。 サイから住所を聞き出したチーケンは、包丁を握りしめて、ハリウッド地区にかけていく。トントンに危機を知らせようと屋根に登って、そうと合図を送る際、チーケンとミンが部屋に駆け込むと、そこは、もぬけの殻だった。大ホーム村から見たプラザハリウッドと、星が明ら巨エビーザインターネットムービーデータベース。ありがとうございます。